生ライブをやっているレストランへは決して足を運びません。ガスパと申します。よろしくお願いします。いやー、しかし雨降ってるし夜だしな、困るな。ここへは入れないぞ。おう、こっち入るよ俺。時飛ばしするわ。よし、さっきまで夜だったんだけど、一旦仮眠をしてね、時飛ばしをして昼間にしましたと。でね、生ライブなんてあれ誰が聞いてんのマジで。俺からしたら騒音にしか聞こえないんだけど、あんなの。どんな有名な歌手の歌でもね、てめえの口から聞きたくねえんだよ。さてと、行った。あの、毎回一回事故ってるんですよ。もう高齢者以上に事故ってるんだ、ディーコン。乗ろうぜ、ほら。で、この皿のお使いは毎回あるのかな？なんか、一つ取ってくるたんびにまた違うもの取ってきて、みたいな。まあ毎回あるのかな。まあ面白いようだったらまあ動画にするけど、まあつまんなかったらオールカットっていうこともありえるよね。面白いかどうかっていうのはまあ俺次第なんだけど。おーっとい、やっちゃったわー。もうすげえ悪いことした感じ。まあ俺を狙ってくるやつですから、うん。まあ基本的ね、俺から動物を攻撃するっていうことはないから、それをね理解いただきたい。うん、だけどこうやってね、もう俺の命を取りに来るとかね。スナイパーのお出迎えだ。あ、スナイパーいる。じゃあ俺もリロードしねえと。やっとこうか。なんやねん、もう。頼む、スナイパー。サンキュー。で、俺がお前倒す。どこだ、いた。あ、狙われてる。ここで俺の方が早い。一人減ったぞ。おお、びっくりした。おお、めちゃくちゃびっくりした。この野郎。おお、めちゃくちゃびっくりした。やられた。ダック強えな、この武器。めちゃくちゃ強え。全部一発でこれ。ああ、めちゃくちゃびっくりした。あ、もう近いよ。行こう。いや、もうショートカットしちゃう、ショートカットしちゃう。ほら、もうあそこか。まあどうせ敵がいるんだろうから、ここら辺に置いときたいな。俺のピカチュウ隠れられる。草木が低い。ここ行ける？微妙だな。あ、ここだ。よし、はい、来た来た。ここなら俺のピカチュウ隠せるよ。これで野党に狙われる心配もないし。じゃあね、ゆっくりとサラのお使いをね、とっとと済ませて、デイラーを助けて排除しといて、でこの上から行けるんじゃねえかという。おお、危ない危ない危ない、お前。なんだよそのランドセルみてえのしょってんじゃ。あー、行っちゃった、ごめんね。こっから見れる。うわー、盛り上がってんな。よいしょと。ほらほらほら、眠ってろ。あ、これだけ？オッケーオッケー。あ、これか。はいはいはい。あったぞ。さらに計算円を渡すと。オッケー。どうやってここを出るかだ。あ、まあこの車を押せば出れるでしょう。どこ？すげえ突っ込んでんな。きっと高齢者だろ、これ運転してるのも。で、これで戻ればいいと。はいはいはい。で、俺はね、このテイラーを助けたいんだよな。よし。まあ一応、クイックセーブをして、はい、テイラーの元に行きましょうか。野党に襲われていると。ダック、何やってんだかあいつは。行きましょう、ダッシュ。もう何回襲われんのお前は。もう命がいくつあっても足りねえや。はいはいはい、バイク、ピカチュウ来て。あ、まあ大丈夫かお前、修理するわ。どれどれ、出発だ。オッケー。大した怪我はなかったな、ピカチュウよ。何パーセントかも出てこなかったし。ここら辺新しいゾーンだ。クマ？なんか自然豊かだな、ここ。野生の動物がいっぱいいるし。ここか。うわ。この場所さえ吐けば生かしてやるっつってんだぞ。やべえぞ。聞こえてないみたいだな。どうやら耳が悪いらしい。誰がてめえらなんかに喋るかよ。やれ。うわー、これで聞こえるか。もしもーし。
さっさと連れてき。くそー。おい、どうだ。こいつを民兵に持ってってクレジットに変えるってのよ。うわ、考えられん。あいつは待ってろ、テイラー、すぐ行く。治安悪っ。行くわ、マジで。全員ぶっ殺す。いいぞ。俺の仲間に手出すんじゃねえ。どこだ、一人一人ぶっ殺してやるよ。あの黒人はドイツだ。まあ、お前はもう近づいて、もうぐっさり言っといて、でお前も後ろから近づいて、こいつスナイパーだろ。たくよ、脳天突き刺したろわ、お前なんて。あ、めっちゃ見られてる。拷問が好きなんだろ、ほら。ほらよ。絶対一人いたはずだ。日向暑いからこの影にいとくわ。来い、こっちてめえら。まとめてきてくれないかな。おおお、来た。思い知ったか、この野郎。ナイス。俺の直線上に入ったら終わりだよ、お前たち。テイラー、助け来たぞ。殺すな。あ？武器を捨てろ。おい、捨てろ。おい、さっさとやらねえと。やめろ、頼むから。こら、ざま。うわ、耳やられてるわ。あ、その正直言って今いまいちだな。見てわかるぜ。ひでえな。うわ、よく聞け。これを耳に当てるんだ。よし、それじゃここで待ってる。クーリ隊に連絡して迎えを呼ぶから。いいな。わかった、そうするよ。野党？島の近くに？いや、そうじゃなくて、聞いてくれ。そいつらはもう片付けたんだが、テイラー二等兵が奴らに耳を切り落とされて。大丈夫なの？テイラーだと？なぜそこにいた？うん、そう。命に別状はない。ちょっと待って、何をしてたのかわからないが。赤いやつを。ヒメネス隊を呼んでくれないか。今からそっちに座標を送る。わわわわわ、伝える。じゃあ。もうボス戦の BGM だもん。いや、俺はちょっとごめん、あのバイク戻って逃げるわ。おお、うわあ、くそ、もう慌ててる。もうマップが見えてないもん俺。あー、よし、これで。あぶねえ。ここ行こうかな、ちょっと近いし。どうだ、痛えか。おい、ふざけんな。ふざけるな。いっぱいいるじゃねえか、もう。はい、燃やします。下から燃やした方がいっぺん燃えるとか関係ない。あ、上に燃えねえんだ、めんどくせえな。はい、オッケー、燃やした。巣があったぞ。よし、地道に戻れるかな。まあ途中なんかガソリンスタンドみたいなあったんで、そこに行ければなんとか間に合うと思うんだけどな。どっかが落ちてないか、ガソリン。最悪。押していけるよ、お前。やべえ、もうガソリンなくなったわ。くっそ、とりあえずここに置こう。あの野党にいじられたくねえから。で、ちょっと先行けば、お、燃料があるんで、もしかしたら、あるかもしれない、ガソリンが。わ、いるな、フリーカ。もう、なんてこった。もう、サラがこのこと知ったらどう思うんだろうね。で、あんまり見つかりたくねえんだ、フリーカーに。あ、見つかった？あ？見つかった？あ、見つかったね。倒すわ。よいしょ。うん。倒せるときはもう倒そう。クイックセーブしよう。よし。え、ちょっと待って。くそ。
間違って銃声鳴らしたから。いやー、なんとか来れたわ、ここまで。ウィーバー、いい加減にして。手柄取られんのが嫌か。出てって。どうしたんだ、少尉。ただ話してただけだ、校長。じゃあな。何があった？何でもない。ウィーバーは爆発で何でも解決できると思ってるの。バカみたい。バカだな。ほら。ありがとう。やめてくれよ。何なの？礼を言うのをやめろってんだ。言われるたびにくだらない要求書を渡されて使いっ走りにされる。くだらない？いや、そう思ってるわけ。そういう意味で言ったんじゃ。私がしてることはくだらない。違う。違わないでしょ。ねえ、そう思うならなんでまだここにいるの？なら教えてやる。俺はこの2年間フリーカーを殺してきた。この手で奴らの歯の間に挟まった肉が見えるくらいの距離でな。だから奴らを一気に始末する方法があるなら喜んで手伝う。でも俺が目障りなら命令すりゃいいだろう、少尉。待って、ディーコン。ごめんなさいね。その私にはただありがとう。いてくれて助かるわ。命令すりゃいい。ちょっと関係がね、前のようにはいかないか。お、信頼レベルが上昇。ウィザード等レベル2。来たわ。ここが？お、またてめえの演説を聞かなきゃいけないのか。まあ、お前のこの演説を聞くだけでね、経験値と信頼度が上がるということでね。まあ、こうやって聞いてるんだけどさ。お前らちゃんと聞いてんのか、これ。全く面白くないわ。A はもうスキップしようかな。フルスタートをしたら、ああ、スキップできるんだ。スキップ可能な会話って出てる時点で、お前の話、全く意味ないんだよな。もうその上のね、首吊りの紐に釣ってね、見せ物として終わらせようぜ。このようなものがないか注意しても。うん、もうええわ。自分の任務を果たし、長いなお前そんで。貢献するのだ。長いなお前も。あ、終わった。もういいよお前。おお、ご長殿じゃねえか。おお、ジェイコブ。元気そうだな。元気そうだなお前。お、ほらめちゃくちゃいいの手に入るぜ。シコバ、シカゴチョッパー、シコバとか言って。で、これカウボーイ。そして。あ、このエリミネーターいいね。めちゃくちゃダメージ上がるじゃんか。おお、そして、ああ、最高。あ、もうこの辺全然。俺も一つ持ってるぜ。マジで見事な銃だろ。おお、でこれも銃所持の権利を行使するわけだな。でこのカウボーイもね、慎重に扱え。自分の目を撃ち抜くなよ。ああ、そんなバカじゃない俺も。めちゃくちゃいいもん手に入ったね。じゃあな、校長。じゃあな、ジェイコブ、また来るぜ。うわ、最強じゃんこの武器。もうスナイパーライフル一番強いやつ手に入れてるし、でこのシカゴチョッパーね、連射性に優れたもうマシンガンみたいなやつっすよ。遠距離近距離もどんとこい。はい、相当おっかないぞ。ボリスチレン7つですね。これを手に入れましょうか、次回は。でここのね、フリーカーの巣破壊したいんだけどね、ここら辺なんか周り柵で囲られてて侵入できないと。まあいつか入れるんでしょう。はい、じゃあ今回この辺に終わりしておきます。ご視聴ありがとうございました。さよなら。